ガマサバ2リメイクの体験版で体術最強パーティーを作り、クジンシーに挑んでみたいと思います。クジンシー戦1回目ではレオンとジェラールは必須メンバーですので、残り3枠を誰にするか決める必要があります。候補は7プラス ×8 で56キャラとなります。原作では体術のダメージ計算は腕力と素早さが参照されていました。リメイク版では細かい仕様は不明ですが、体術の攻撃力は腕力と行動速度の影響を受けると書いてあるので、腕力と素早さの合計が高いキャラを選んでおけば良さそうです。ということで、こちらが現時点仲間にできるキャラの腕力と素早さを足した合計のランキングです。ではまず1人目、1人目は腕力17、素早さ19で合計36の帝国軽装歩兵の男からリチャードを選びました。原作なら同じ36でも腕力が高いフランクリンの方がダメージが上がるかもしれませんが、登場順が後ろの方で仲間にするのが大変なのでご容赦ください。2人目は腕力17、素早さ18で合計35の帝国軽装歩兵の女からジュディを選びました。原作では銀色の髪の毛が特徴的でしたが、リメイク版では金色ですね。そして3人目は腕力16、素早さ17で合計33の帝国両兵の男からエドワードを選びました。このメンバーを鍛えてクジンシーと戦ってみたいと思います。鍛え方ですが、ウォッチマンの総ボス戦だけ戦って終わらせ、総門に入れるようになったら戦闘勝利回数が60になるまで牛とひたすら戦います。牛3体を倒したら拠点移動、牛3体を倒したら拠点移動を繰り返し、何度も何度も戦います。続いて60回を超えたらクジンシーの館のレーモン系モンスターと7回戦って技術点を稼ぎ、残り3回をミミックに当てます。これでジェラール以外のキャラは体術レベルが9を超え、キックに電球マークがつき、ソバットをひらめくことができます。技術点が足りればミミック2体で勝利回数70回にして1体をひらめき道場としておいておくのもありです。ソバットのひらめきは苦労しました。かなり確率が低いようで、体感的には1ソバットに100回ぐらいキックした感じです。特にレオンがなかなかひらめかず、電球マークがなかったらひらめき適正に難があるのではないかと諦めてしまっていたかもしれません。体術レベルの低いジェラール以外の4人がソバットをひらめいたら、難易度オリジナルのクジンシーに挑みます。装備は行動速度を上げるために全員防具なしで挑みます。習得技はキック、周期砲、カウンター、ソバットの4つです。カポエラキックとかジョルトカウンターも見てみたいですが、製品版までお預けです。戦闘陣形はインペリアルクロスで、ソバットをひらめけなかったジュラールをカウンター要員として最前線に配置し、ダメージの底上げを図る作戦です。それではクジンシーに挑んでいきます。この戦いはジュラールのカウンターが綺麗に決まるかどうかで全てが決まります。2回うまく決まればかまいたちを食らう前に無傷で倒すことができます。決まりました。カウンター決めるジェラール、かっこいいですね。カウンターは威力22で、この時点で対軸最強の技です。2回目のカウンタースタンバイ OK。 他のみんなはソバットで応戦。クジンシーの2回目の攻撃は巻き打ちが多く、なかなかカウンターが決まらないことが多いのです。ほら来た、巻き打ち決まりました。今頃剣に勝機を込めてももう遅いです。あと3回攻撃ターンがあるので決着をつけられるはずです。前傾、ソバットソバットに612のダメージを与えてフィニッシュです。クジンシーさん、ありがとうございました。体験版でここまで楽しめるゲームがこれまでありましたでしょうか。ひらめきたい技がなかなかひらめかない時の苦しさと、ひらめいた時の快感と喜び、モンスターを厳選してのレベル上げ、仲間キャラの厳選、体験版なのにガマサバ2オリジナルの楽しさが凝縮されていると思います。今回は体術パーティーを組んでみましたが、まだ他にも53キャラいるので、いろいろな組み合わせを楽しみながら発売日を待ちたいと思います。ちなみにクジンシーを無傷で倒すまで30回ぐらいリトライしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。